皆様こんにちは、この間うちからの雨風いかがでしたでしょうか。ギャラリー佐藤しっかりと1ヶ月休ませていただきまして、さて今日から今日からその谷口彩香さんのガラス展をさせていただきます。そっとはすっかりともう秋の気配、日本はいいですね。秋9月になったらすぐ秋の気配を、まだまだ暑いですけれどね。そして谷口さんは今日はすっかりちょっと御用があってお休みなんですけど、みちゃん、私の YouTube の師匠でいつもお世話になってる梅田さんをご紹介します。梅田さんどうぞ。今日はね、梅田さんとお話しします。その谷口さんはね、鏡野町の森の妖精ガラス美術館っていう遠いところでねお働きなんで、なかなかこちらに出てくる便が少ないもんですから、今日は欠席ということですみません。でもね、作品はねとっても綺麗で、透明、それ白オンリーで色は全く入ってなくて、その泡とかそれでいて、そのあったかみのあるっていうのか、ガラスであったかみっていうのはおかしいですけれど、こう手に触れて触ってみると本当に気持ちのいいあったかみがある、素敵なガラス。これ雫なんですけれど、今回は水を取っていて、水の音っていう書くんですけれど、それにふさわしくこの透明で、それでいてこう可愛らしい谷口さんらしい器なんです。で、可愛らしくて言えばこういうこう小さい、これは非常にね2000円ぐらいでお求めやすいお値段ですけど、こういう風なもたくさんございまして、綺麗ですよね。そうですよね。梅ちゃんはなんか谷口さんのファンでいろいろお持ちだそうで、4年前にここで購入させていただいたグラスなんですけれど、気がついたら毎日使っておりまして、で何なのそのものは。グラスでちょっとこうポッテリとした、今日はないんですけど、ポッテリとした感じの透明なガラスで、冷たいお茶を飲んだり、あと、梅酒シロップを炭酸で割ったり、いろんなドリンクを入れて飲んでます。谷口さんのはね、それとなくねこうあったかみがある、で普段使いにちょうどいいね作品やね、親しみができてね、いいと思いますね。飽きが来ないですね。そうそうそう。でも今回はね、なんかこう、ランプも作ってこういらっしゃったようで、少しはその形にこだわりもできているんですかね。それでもこういう、透明でさりげないんですけれど、非常にこう載せやすいというか親しみがある作品、そういう作品が多いですからね、ぜひ皆さんね見に来てあげてくださればありがたいと思いますね。例えばこのちっちゃいこのガラスなんですけれども、お酒を練習入れてもいいし、ちょっとしたプチデザートかな、ちょっとなんか入れたり、珍味入れてもいいですよ。珍味を入れて、お年と一人はね、珍味を入れてちょっといただくっていうのも、で練習を入れてちょっといただく、いいですね。綺麗です、はい。でこういう可愛い小鳥のペーパーウェイトですかね、そう、ええ、やっぱお嬢さんですから可愛らしいものを作りになるっていうのはね、いいですよね。本当に素朴でね、いい作品が多いと思いますので、ぜひ お越しくださいね。でさて、その今回のその私ども期日を言わないといけませんね。すっかり忘れてます。久しぶりの YouTube なんでごめんなさいね。期日はね、今日からね9日まで。で作家さんもね
時にはおいでになると思いますので、ぜひお会いになれば、あのなかなか素敵な作家さんですからいいと思います。皆様のお越しをお待ちしております。でまあこうちょっと久しぶりの YouTube なんで、今回のお話はいかがでしたでしょうか。佐藤、ギャラリー佐藤の YouTube のチャンネルをぜひ登録をよろしくお願いいたします。皆様のご来店をお待ちしてますので、よろしく。